信じて飲みたい。それ要望。三はい、クレマグです。おはようございます。グランです。エアです。朝夢です。クレマグこう見えて手臭そう。こう見えて。かわいいのに、あ、かわいいのに、かわいいのに手臭そう、うん、クレマグこう見えて実は陰キャそう。どう見えてるの？はい、クレマグ実は自分に自信なさそう。ああ、それはない。あ、ない。ありすぎてる、うん、ありすぎてるから本日はロングでお届けします。はい、期間限定ロングシューター、イエーイ。かわいいでしょ。メインの長さちょうどいいよね。わかる。このレイヤーが入ってる感じ。てなわけで本日はですね、はい、皆さんに偏見を伺いました。はい。なんか結構前にね、あのクレマグへの偏見集は受け付けて、それを動画にしてるんですね。うん。覚えてますか？覚えてます。旧クレマグハウスってやってあるんですよね。そう。臭そう。なんか真ん中のやつ引き立て役にしてそう。なんか裏では仲悪そう、人のことを見下してそう、解散しそう、はいはい、うっこでかそう。誰だよ。そんなの思ってるやつ。今回はもうそんなのを取っ払って、世の中に対する偏見ってみんなあると思うんですよ。例えば本当にバスとか乗って外見てた時には、あの人昨日お風呂入ってなさそうとか、うんうんうん、あのそういうのをちょっとみんなに聞きたいなと思って、はい、募集してみました、はい、なのでそれをポンポンと発表していこうと思います。はい、はい、皆さん覚悟はいいですか？あくまでも偏見でございますので、はい、悪口を書いてこないでください。はい、書かないでください。偏見偏見偏見って言ってるのに悪口書いてる人いますからね。メイさんからいきましょう。はい、偏見じゃいきます。偏見1、はい、電車先陣切って出るおばさん、だいたい階段降りるの遅い。ああ、でもこういう人いるん、うん、そんな急ぐってくらい、めっちゃ急ぐ、一歩前乗ったらよかったでしょ。でも階段降りるの遅い。それはしょうがない。それも遅いから、そういうことで降りる時は早くみたいな。そこも遅かったらもっと遅くなっちゃう。エアちゃん、エア見た目では170センチぐらいありそう。あ、高そうに見えるってことだ。でも見えるかも。あ、見える。あ、本当？なんかね、メイと同じぐらいっていう想像がないかも。うん、メイの方がそう、ちっちゃいっていうか、こう差がありそうだけど、実際並ぶとそんな変わんない。確かに蛍光色イコールヤンキー。ああ、はい、うん、それはもうみんな思ってる。確かに、なんでそういうなんかね、ヤリラフィーとかが流行った時代、言葉とかが出てきた時によくそういうの着てる人が多かったから、うん、やっぱ蛍光色の靴とかのイメージになっちゃったんじゃない、うん、ただただ好きでヤリラフィーじゃないのに履いてる人もあんてヤリラフィーだって思われてるってことでしょ。確かに。だってエアも買うときさ、蛍光色のやつこれ可愛いなって思うけど、あ、でもこれエアが履いたらヤリラフィーになっちゃうかなとか考える、うん、でもさ、そのヤリラフィーってこれは言葉もすごくない？ヤリラフィーを踊ってる人のことをヤリラフィーって言うけど、うちらの中でヤリラフィーイコール陽キャのイメージ、うんうんうん、ヤンキーとか、うん、そうかもね。すごいね、その単語作ったのすごい。確かに。マッシュの男大体クズ。うわ、来てたそれ。でもこれ事実じゃね？あ、偏見じゃない。まあ、マッシュみ。こういうマッシュね。え、そう。こういう斜めマッシュ。斜めマッシュ。顔あんま見えてない系マッシュ。あ、じゃあ、あのバナナマンは違う。それは違う。あ、いいマッシュ。うん、こうやって。あ、いちいちこう、そう。手使わず、前髪よけりそう。大体クズ。なんでなのに。確かに。実際どうなんですか？俺クズだよっていう人はコメントしてください。マッシュの人って。え、でも A の友達にマッシュいないんだよな。それで言ったら。いや、メンもいないよ。てかさ、代表的マッシュって誰？え、誰？なんかさ、見なくない？あんまり北村匠海さん、伊野尾さん、千葉雄大さん、クズマッシュって調べて。オッケー。それで出てきた人かわいそう。それ青春派すぎる。うわ、これ。あ、そういうの、そういうの。あの、マッシュだけど、ちょっと跳ねてる系の。そう、ちょっと目見えてない感じ。はい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 。で、その人は雰囲気でごまかしてる、かっこいい感じに見せてるだけの雰囲気イケメン。俳優さんはもう本当に青春派マッシュすぎた今。だからこういう人がちょっと薄暗いバーとかにいるとちょっとかっこよく見えた。で、燃え袖、 V ネック燃え袖ニット、
こうやってね。ね、こうやって。うん。でも大体こういうやつ鎖骨綺麗。てかめっちゃ細い。あ、華奢、うん。めっちゃ華奢。あと E ライン見せたがり。え、イエス。ハッシュタグクズとかつけんな。ハッシュタグクズ。わかりました。皆さんもクズマッシュで調べてください。見たかったら。A 型は口が軽いっていう偏見。そうなの。初めて聞いたんだけど。絶対その子のさ周りで口が軽い子がただただ A 型だったっていうだけなのかもしれないけど、でもそのさ血液型での偏見ある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 よね。O 型は大雑把、B 型は切れやすい。え、B 型変わってる。AB 型じゃない？変わってる。あ、 B 型も、まあまあそうだね。A 型貴重みたいな、うん、そういうので見られがちってことで、うんうん、うちらみんな O 型なんで。そう、うん、でもさ大雑把だけど大雑把の部分違うよね。だってさ掃除とかそこら辺はきっちりするけど、うん、本当にどうでもいいとこはどうでもよくなっちゃうとかさ、うん、だからその人にもよるから。確かにそうだね。血液型で判断しないでってよく誰かさんが言うんだけど、うんうんうん、で O 型も変なとこは几帳面だから、うんうん、え、マジでそれ思う。でもこういうのでしょ、決めつけちゃう。大型はこういうの。これが偏見の始まり。そうです。じゃあ私、女子は毛がないと思っている。あー、まあ、脱毛してるっていうのもあるからさ、もうなんかないのが当たり前みたいな、うん、逆にあったら、毛生えてるよみたいな感じになるわけで。え、でもさ異性から見た時ってこういうとこじゃ見えるのって、うん、引くのかな。え、引くんじゃない。引く。てか人間の体ってさ、そろそろ進化してもいいと思わない？ね、もうここに毛いらないじゃん、うん、遅いよ。学んでほしくないの、うん、そんだけ抜いてんだそうだよね。遺伝子でね、そのうちらが抜いた人たちが産んだ子供たちはもうない、最初から遺伝子の段階で、あ、毛いらない、ここの毛いらないってやってもらう。そうそうそう、いいね、それよくない？めっちゃいい。ちょっとお金かけなくていいじゃん。じゃあそう、超いいじゃんそれ。今のポコめっちゃ羨ましい。あ、どこをどう見ても毛穴ないの。確かに。あ、でも顔、お風呂入ったりすると分かる、産毛。へー。最近は血液型ではなく MBTI で決めつける人が多くなった。出ました。マジでそれ聞いてくる人嫌いなんだよ。未だに分かんない。あ、 MBTI 何とか言われてこれだよって言うと、あー、そうなんだ、じゃあんま合わないなとか言われると、あー、こういうので決めつけちゃう人なんだって思っちゃう。使うところで使うのはいいと思うけど、うん、結局さ自己診断じゃん、うん、そう思う。本当かよって思っちゃう、うん、周りから見たとき違うかもしれないし、ね、そうだよ。自己診断ですので、 そうです。それでなんか人間関係を決めるようなことはしないでください、はいはい、そう、こちらはない、こちらはない。くれまぐってお互いの秘密意外と多そう。秘密？ああ、多いのかな、わかんない、わかんない、それがわかんない。秘密なのかすらわかんないし、どこまでを秘密なのかがわかんない、ね、ね、なんかそもそも自分の話はあんましないから、うんうん、誰に対しても喋れたら言うけど、喋ることは喋るし、うん、なんか言ってないなみたいなことある、うん、とありそう。いや、もういっぱいある。言ってることの方がないんだよ。何も知らない。聞きたい。ない。この間のあのお台場誰って言ったんですか。あれは弟。弟ですって。証拠ありますか。じゃあ、あ、写真あるよ。証拠写真。証拠写真。削除したんだけど。ひどい。試す。これ。ああ。お金なくて帰れないみたいな言われたんで、うん、迎えに行って、でお腹空いたって言うから、じゃあなんかご飯食べようってなって、うん、一緒にご飯食べて。50円。足りなくて駅から出られないっていうお姉ちゃんに SOS をどうしたらいいみたいな。そう、秘密はあんまりないかも。うん、聞かれたら喋る。はい、自分から喋んないで。そうです。じゃあエアね。はい。男は顔が良ければいいと思っている。女の、あ、そう、女の人に対して。あ、はいはいはい。顔が可愛ければいいみたいな、うんうん、これはエアもちょっとそのあれに対して偏見はあるかも。顔が良ければこいつはいいのかなみたいな。ああ、っていう。言ってること分かってる。分かってない。分かってない。どういうこと？男自身がじゃない、自分だけど、うん、あ、中身は別にいいから外見だけ磨けばいいみたいなこと。そう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 。ああ、はい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 。イケメンでも気が使えない人対処無理かな、うん、ところもある。そうです。ちょっと難しかった。ちょっとね、考えちゃった。ソバージュの香水使って
ってるやつ全員クズ。でもそれいいのしたよ。え、これはちょっと分かる。どうだっけ、どんなにやるこれ。ディオールのメンズの香水なんだけど、うん、多分嗅いだら分かる。嗅いだことあるやつなら絶対あるよね。使ってる人いたよ。いや、もう持ってる。いや、使ってたやん、一時期。男っぽいって青っぽい。そう、なんだろうね、あれ使ってる人なんかクズのイメージあるよね。そいつらが好む匂いなんだ。なのかな、モテると思って使う。でも一番香水の中でメジャーっちゃメジャーかも。確かに。メジャーだから香水つけやすい。うん、デビューするときに買うんだ。デビューのやつ使いがちってこと。デビューしない。確かに。でも香水使ってない人の方が、え、わかる。匂いが好き。うちはその人の匂いが好き。ああ。あの家の匂い。家の匂い。柔軟性。あ、そうそうそう。洗濯とか。シャンプーとか、あー、それその人が使ってる匂いの方がなんか残りやすい、うん、その香水って、まあ、その人の匂いってもあるから街でこう嗅いだら思い出すっていうのもあるけど、至る所にいるよりその人の匂いが良くない、うんうん、なんかウランどんどん下がってきてるから。みんなに可愛いって言われる人はほとんどロッカーや机の中が汚そう、うん、だからめいちゃんかわいいよねって、うん、例えばカースト1、うん、美女の人に限ってこの机の中とかロッカー汚いよねって。あ、そんなことある？汚かった？ロッカーとか。あ、でも当時そうでもなかったか。あ、でも絵はね、めっちゃ綺麗だったよ。いや、絵は綺麗だよね。うん、超綺麗。絶対綺麗。だからなんか外見が綺麗とか可愛い人ほどバッグの中身だったりとか、まあ、それはわかるな、それ。汚そうだよねっていう。めちゃくちゃ仲のいい男友達がいる女の子は彼氏ができない。これもすっごいわかる。なんで？いや、多分その人以上になんか信頼できたり、かつ楽しかったりとかも、そういうのも含めて。え、それって好きにならない？いや、どっちか好きなんじゃねって思っちゃう。だよね。じゃなかったらさ、そこまでの関係値になれなくないって思っちゃう。エアは好きにならないし、あ、ちゃんとお互い友達だって思ってる友達いるよ。いや、だからそれまでさ、だもうね、男女の友情ってマジで信用してないの。ああ、まあそのお互いが理性を持ってこう関係築いてる中でどうにかして成り立ってるかもしれないけど、どっちかは絶対我慢してると思う。わかるわかるわかる。本当は好きだけど言えない関係を壊してないみたいな。そうそうそう、ごまかしてる絶対。あ、なるほど。じゃあ絵のこと好きなんだ。え、好きだよ絶対。今度言ってみよう。なんて言う、絵のこと好きなの。言ってみよう。でもそれでもう、いや好きなわけないじゃんって言うんだよ。そう。で、あっちはやべえ気づかれたかも。そうそうそう。でも気づかれちゃったらこの楽しい時間が終わっちゃうから、うんうん、言い出せない。この楽しい時間が終わっちゃうから絵だと絵のこと好きって言えないのって言っちゃうか。聞いてみようか。でもうちがその唯一成立すると思ってるのは、うん、お互いにパートナーがいる時は、うんうん、確かにうちが実際そう、その仲良い夫婦がいるんだけど、もともとはその男の方が早かったけど、でももう家族ぐるみで仲いいみたいな、うん、どっちもがフリーの場合は危ない、うん、あ、なるほど。絶対どっちかはこういうことがあるし、うん、エアみたいに全然マジでないって女の人こそ好きにさせてんの。なのか。うち言うじゃん。エアは好きな人に対して手が出せないんですよ。うん、こういうボディタッチとかも。うん、でもその男友達にできちゃうわけ。うん、でも男の人からしてこんな可愛い子から、うん、ね、本当もうやめてよとか、うん、この手、うん、やばいですよね皆さん。内心ね。それってさ相当さちょろくね。いやだからそうちょろいって、うん。それで落ちちゃうんだよ。だって慣れてなかったらさ、そういうことされただけで、うんうん、ドキッてしちゃうじゃん。うちらが思ってる以上に男の人は多分これも偏見、多分単純、うんうんうん、じゃないって思って。確かに。やだ、だったらなおさらそんな人彼氏にしたくないかも。え、でしょ。だからそう思ってるけど、あっちからしたらもうドキドキしちゃうから、だからもう成り立ってないじゃんって。ああ、その時点 で、うん、で相当我慢してるかもよ。うん、我慢してるか、男友達は。後で LINE して聞いてない。だから壊したいの。かわいそう。自ら壊しに行ってんの。エアって昔からそうだよね。めっちゃ切るとき早いからね。普通に既読無視とかして削除してる。怖っ。だってエアのこと好きって言うからとか言って。エア友達だと思ったのに。次、一人暮らしの女性でペットを飼っていると結婚できない。うわ。これさ、なんか、まあ、できないっていうか結婚諦めたんだみたいな言われることあるじゃん。逆にさ、その男の人
が買い始めると、え、彼女できたのみたいな、うん、か、女の子呼びたいか、それもあるよね、うん、ね、しかもなんか猫ちゃん、え、わかるよ、猫ちゃん呼びたくなるよ、うん、なんかワンちゃんとかはさ、うん、その散歩行かなきゃいけないとかあるんだけど、ま、猫ちゃんはま自由にしてて、うん、なおかつ癒されるからこそ、ちょっと家にさ、うん、猫いるからさ、うん、見に来ないで行けちゃうっていう、なんかそういう、あるよね、だけど、確かにごめんなさいね、本当猫ちゃんを愛してる男性の皆さん、本当に本当にこれは偏見なんですけれども、そういう人もいます、そう、イメージ、そういうやつ大体なんかシアタールームみたいにして暗くしがち、さらに薄暗くね、横になって見れちゃうプロジェクターあります、うん、そんなおしゃれなのに絶対床に押して絶対はスリッパ押して歩きたくない、それマジあとプロジェクター寝室に置きがち、そうあのこうつけれるところで見るやつ、そうそう、寝室でそれ置いてるのに、なんか段に入ってそうな、あの布団になってるのね、あちょっとペラペラの締めっぽい、まあ昼食でした方がいいよ、ずっとここにいるタイプです、うんうん、うちらもみんなの偏見読んでる中の偏見の偏見を言ってってるだけだから、本当にごめん、 ずっと入れといてください、うん、注釈、はい、はい、犬好きに悪い人はいない、あうちら全然悪くない、確かに偏見がね、これ、うん、でも絵もこれはもう動物好きに悪い人いないと思って、あとこれも、はい、これは絵の偏見ね、ディズニー好きに悪い人いない、あいないな、周りには、うん、SNS とか見ちゃうとえって思う時はあったりするけど、実際自分の周りにいるかって言われたら別にいなくて、うん、でもディズニー好きだもん、そうだから悪い人いない、本当に悪い人って出会ったことある、 何が基準での悪い人かによるよね、でも、うん、どっかしらはいいとこあるじゃん、だってさ結婚してんだよ、よくこんなやつが結婚できたなってやつ、学校の先生とか、そう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 、うん、でもその人のいい面があるといいじゃん、いる犯罪者とか友達に犯罪者はだってもうけど、エアが経験してきて、うん、やばいなって思ったのは、元彼と付き合ってた時に、多分このエアの友達が元彼のことかっこいいって思ってたのよ、あ、うん、はいはい、で、その連絡先を聞いて、エアのことになかったら相談してよみたいな感じで聞いて、うん、ある日を境になんか元彼がなんか別れよって言われたの、エアが、うん、で、その時はやっぱ何もしないから、うん、え、なんかしちゃったみたいな聞いたら、いや、あのお前の友達は〇〇から聞いたんだけどみたいな、こんなこと言ってたみたいな、うん、で、ないあ言ってないこと、うん、電話でやば全部ペラ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 みたいな、何も言ってないのにエアを悪くそうして別れさせようとしたっぽくて、うん、もうそれはなんか普通にやばいなって思った、うん、そっからなんか深く関わるのやめようって思った、世の中にいます悪い人、怖い、ジジイに見えるババアは大体いいやつこれだけ笑った、ジジイに見えるババアだね、角刈りとか、あそれなんか見た目がジジイに見えるババア笑っちゃった、あ確かにそれは言い方がおもろかったなっていう感じなんだけど、いいやつなら、うん、え、そう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 、なさそう、うちまだある、コロコロ坊主は真のイケメン、コロコロ、あ、なるほどね、構成させたら、あ、違う違う、完成させないから、悪いことしてない、悪いことしてないです、ただ頭丸めちゃう違うな、構成した、ただ坊主の印象が強いけど、実はイケメン、髪生やさせたら、そう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 、別に生やさなくても坊主のやつはいいやつだよねっていう、あイケメン、イケメンは坊主にしてもイケメンだから、そうそうそう、あ確かに、でもいるよね、野球部とかでもさ、確かになんかよく見たらめっちゃかっこいいな、うん、そうだから成人式とかに会った時に、あ髪生えたらこんな感じなんだってなることは多い、特に野球部、あてか野球派サッカー派、サッカー、でもサッカーよりも陸上やわ、陸上、えなんで言ってたの、足速いっす、好き小3男子、小3男子ね、そう足速い大好き、でもこれ結構分かれるよね、分かれる、サッカー、野球、バスケ、バスケスポーツやってる人かっこよく見える、え、そう、足速い人はね、やっぱかっこいいよね、走り回ってると、そうそうそう、でも今だったら水泳とか好きか、水泳水泳なんで肩幅広いじゃん、水泳やってる人って、あだから好きかも、結構肩幅確かに、意外とバレー選手いいよ、そうかもね、あそう、うちあんまりさ、女子バレーしか見てこなかったけど、
朝日がバレーにハマりだして男子バレーも見るようになったら、確かに背も高いし、そうそうそう、バスケはちょっとひょろいイメージ、わかる、別にガタイ良くはないよね、そうそうそう、わかるわかる、こう縦に長い、そう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 、ラグビーとか行っちゃうとちょっとごつい、そう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 、バレーめっちゃちょうどいい、あ、バレーいいかも、コロボーズはいいやつだと思う、コロボーズイケメンね、イケメン、あ、いいやつ、なんだか構成が出るが頭に残ってるさおとなしい子、裏では変態。え、でもさ、これさ、いや、学生の頃からあるかも、その偏見、うん、あ、なんか、おとなしいっていうか、うち、本当にしょうネタとか無理って言ってる子に限って、うん、めっちゃ知識満載そうっていうのはあった。で、うちらみたいに丸出し、うん、お尻とかで笑っちゃうようなのじゃなく、それでさえも、無理かもみたいなやってるやつは、もうエロ本見てる。確かに、俺ら最初そうだったもんね。違う、お尻とかでも、ダメだよ、それは、YouTube のカットに色持ってねえよ、違う、だから発散して、あの、ベッドキスだから発散したんだよ、違うめっちゃ偏見なんだけどさ、あの、塩顔系の男って性欲強くない？え、知らない、いや意外と、なんかそれこそ黒髪マッシュみたいな、なんか興味ないですよみたいな、装飾系っぽいちょっとひょろい感じの人の方が意外と強い、経験がある強いね、強そうで言ってほしいのに意外と強い、もう経験してるの、経験だろこれ。あとこれめっちゃ偏見ね、筋トレが大好きな人めっちゃ性欲強い、でも本当にそうらしいよ、筋トレするとなんかそういうホルモン、そう、出るの、出るんだって、ああそう、面白い、面白い、面白い、経験だ、面白い、面白い、撮影終わった後、クレマゲ3人で劇とかやってそう、やってない、何の劇もうね、みんなびっくりするよ、撮影終わって2分で2人いなくなってるもう多分こうやってる間にタクシー呼んでるから終わりがあったら、あ、これ、はい、未だに母乳育児がいいって思ってる人いる、あ、これは思う、多すぎ、分かんないよ、その子によって違うんだね、でも母乳出ない人は出ないから、ミルクあげるしかないじゃないですか、それをさ、母乳の方が栄養があっていいよとかって言われると、お母さんは出ないのにどうやったらいいのってなっちゃうわけ、だから助産師さんとかに相談して、じゃあミルクと混合でやっていこうねとか相談してるのに、それをもう言わないであげてほしい、お願い、見てないよな、言ってる人は見てないんだよな、でも気にしないで言われてる人、いいって言われてんだから、病院の先生からね、母乳で育ててもミルクです、今はもう関係ないんですから、母乳がもう溢れ出ちゃう人はもうあげましょう、たくさん、溢れ出ても飲んでくれない子もいるから、そしたらもうあげるしかないじゃない、だからお薬で母乳止める人とかもいるの、あ、そうなんだ、出過ぎちゃうから、うちは出てたけど1ヶ月で辞めてお仕事があったからね、とかあんちゃん人のそれぞれだから、何を言われても先生を信じましょう、あと自分のおっぱいとミルクと我が子、我が子が飲みやすいもので育ってくれればいいんですから、っていうのを言いたかっただけ、そうだね、あ、最後、同担拒否のやつに限ってたまにと担当の悪口を言う、これは分からなくもないんですよ、私は同担拒否じゃないんですけど、その担当に対しての愛が好きすぎていうゆえに文句を言いたくなってしまうっていう、もっとこうしてよとか、例えばだけどもっと当たる枠増やしてよとか、そう、自分が思い通りいかなかったことを担当にぶつけてしまったりとか、マジで本当にうちのエアさんみたいな感じ、わかる、好きが言うんだから分からなくもないんだけど、ね、言わない方がいいよねっていう、なんか当たったところで傷つけてるし、多分見えちゃうわけじゃん、うちらからすると、自分でエゴサした時とかさ、推しには幸せでいてほしい、間違いや、まあ、うちはもうみんなと仲良くしたいなって思ってるので、ぜひあさみたん、エアたん仲良くしてください、あ、お願いします、お願いします、一応 TO やらせてもらってます、うん、あ、TO や、TO、はい、底辺オタクだから自分で底辺オタクですって言うわけやらせてもらってます、底辺オタクやらせてもらってます、トップオタク、はい、なんかあったら言ってください、はい、ちゃんと伝えるんで、はい、お願いします、お願いします、あ、エアさん、
ストーリー顔載せてほしいです。あ、確かにそれはそうかも。やっぱいろんな意見、やっぱエアちゃんには届いてないと思うんでっていう DM やっぱ TO に届くんで。あ、はい、確かに。あ、もちろんブーとかそうプーとか嬉しい、うん、みんな見たい、元気かなって思ってる、うん、でも一番はエアが見たい。エアが好きだ。そう、エアが好き。エアが好きなものはみんな好きよ。だからポテト取るだったら食べてるとことか、メイさんは分かってるファンのこと、本当に漏れてる写真をさらっとストーリーに載せたりする。でもエアちゃんのなんかポテトの写真とか、ああ、まあ別に見なくていいかってなっちゃう。たまに見てみて。あ、はい。一応見てますけど。あ、見てます、はい。あれどう思ってます？うん、すごいなみたいな。てかそのメイクしてる時に、うん、なんかとりあえず撮っといて、そうそうそう、いっぱい撮っといて、その日に出さなくていいんです。そうそうそう、囲碁気をつけて、はい、いや、囲碁意識してください、はい、ね、みんな、そうだよね、底辺オタク書いて、みんな底辺オタク大丈夫、みんな書いて底辺書いてください女はジェラピケのパジャマ着てる。あー、でもね、憧れはある、正直。でもそれはその本当に例えば好きな人に会う時とか、うん、めっちゃ可愛くしたい時、え、そうぐらいしか着ないよ。そうだよ、持ってても、うん、だって楽なのは T シャツじゃん、うん、分かる。 T シャツにパンツ、そうそうそう、うん、が一番楽、うん、そう、可愛い写真撮りたいとか女子会とかの時はいいかもしれない、ね、確かに。けど多分寝る時はパンチ、パンチ、パンチ、パンチでしょ。かっこいいの。 T シャツは、え、でも着たくないかも、あ、できるなら。できるなら着たくないけど、なんか朝日くんにさすがにお母さんがパンチで寝るのは教育に良くないんじゃないって言われたけど、まあ、見てなかったらいいかなっていうことで、まあ、一緒にいない時とかはもう開放的で寝たいの、うん、なんならパンツも履きたくない。やばいよ、そのパンツぐらい。一応だから防水シートにはしてる。ああ、え、何のために。え、ポコがお漏らししてもいいよ。自分のためじゃない、自分のためじゃないけど。でもさ、そのなんかジェラピケのパジャマ着てそうとか、うん、毛がなさそうとかはさ、うん、その女の子が努力したゆえの偏見じゃない、うんうん、そうそうそう、ね、だからそのギャップが出ちゃうんじゃない。そう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 、そのイメージがあって家に来たとしてさ、そうそうそう、部屋着が T シャツ、ヨレヨレの T シャツにあのケバケバの短パンとかだったら、うん、って女子ってこんなの、うんうん、ジェラピケとかじゃないって言わさまになってるってことだもんね。それが好きな人もいるよね。 T シャツが短パンが一番みたいな、にあの無造作を、え、そうそうそう、え、じゃあそれは、それが好きな人の方が多そうじゃない、うん、実は、うん、でもさ、エアってさ部屋着おもろいダサいのなんか5分丈ぐらいの薄い素材のキティちゃんのやつとかもっとあるやんみたいな。おもろいね、エアの部屋着。エアちゃんなら部屋着でもスウェットとか着てそうみたいな、そうそうそう、思ったらなんかゴブタケのストライプのくしゃくしゃのなんか桃引きみたいなやつ入ってたり。それこれさ、マジであの学生の頃から言われてる。え、そう、部屋着出せめっちゃ言われるこれ。だから個人価格ね、びっくりするね、たまに。そこがちょっと見どころみたいな、うん、やっぱこうやってさ、かっこいい姿やっぱ見てるから個人画角でそういうの見れるのが楽しい。あ、楽しい、うん、よかったよかった。だって憧れる存在だし、こうロールモデルとかにしてくれる子いっぱいいるのに、あ、一緒だって思える素材があるのが嬉しい、うん、だってそんな部屋着まで可愛いパジャマとかでいられたらなんかもう完璧すぎちゃう。そう、腹立ってきちゃう、それこそ、うんうん、同担拒否マジで。でもやはその部屋着可愛いと思ってきてるからねごめんあ、そうだよ、お気に入りだった。お気に入り、お気に入り、そのままで行ってほしい、部屋着は、うん、大丈夫、そのままでいる、更新しないでほしい、うん、あと皆さん、クレマグのグッズメルカリ出がち、絶対に買わないでください。あ、確かに結構前のやつとか出てたりしてね、一回調べたら、ね、あ、そう、単折りしたんだっていう、うん、裏タンだったらしいなんか見ちゃったんだよね、うん、もっと裏タンでしたみたいな、うん、あげます、うちのグッズ裏で。やば、いいよ、降りたとしてもいい、うん、売るな、うん、あげろ、うん、好きな人に、うん、あげろそのグッズって思っちゃった。確かに今度からあの出るじゃないですか、うん、イベントでグッズが売ってるやつ、とことん調べ上げますいいね、こう印つけとくからね、一つね。嫌でしょ。嫌だ、うん、だから売らない、うん、買ったならあげて、うん、売らんってこと。お、売らん肝っていうことで、確かに楽しい気持ちになるからね、こっちも踏めないから
例えば会場限定のものってなると、えこの会場に来た人が売ったん、確かにっていう、なんか、うん、そういう気持ちになっちゃうじゃん、うん、せめてあげて、好きな友達にあげて、うんうん、絶対に売んない、絶対売りません、はい、でも楽しみ、何でグッズ出るのか、グッズ、ね、あのグッズ会議もたくさんしておりますので楽しみ、エリンギ3姉妹に会いに来ない、ね、抽選で当たってる方ぜひ楽しみにしていてください、はい、エリンギ3姉妹ってさ特殊じゃん、うんね、うん、友達にさ、なんかメイってさ8月忙しいのみたいな言われて、うん、あんまあんま忙しいから、ね、うん、あエリンギあるからねみたいな言われて、友達に把握してるからね、あそうエリンギだからもう言ってあと2ヶ月え早い、やばい、今回は本当にギリギリで、ギリギリっていうのも、あのビジュアルをキンキンのものでやりたいっていうのもあって、うん、だからあこれ最近のもってなれるようなビジュがいいので、はい、整えていきましょう。整えます。うん、っていうのによって本日は偏見集ということで、うん、たくさんの偏見を送っていただきました。クレマグに対する偏見ってあった？いやな。え、あったかも。どういうこと？おばさんは写真に写っちゃったら切れる。どういうこと？どういうこと？どういう偏見？対応が冷たい人は東京出身。うわ、あ、来てる来てる。東京の人は冷たいっていう偏見、うん、めっちゃある。でもさ、東京にいる人ってことじゃなくて、そう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 、東京出身ではないよ多分。うん、てか東京にいる人なんてほぼさ東京出身じゃないよ、うん。東京に染まった人？うん、あ確かにそうだ、ね。ってことですよね。クレマグニです。ウランちゃん。とかが LINE 送った時にエアメイはリアクションだけで返してそう、了解とかあのスタンプで返ってくることは多いです、うん、なので会話は続きません。確かに、だってどうせすぐ喋るもん、 LINE で会話できないや、そうそうそう、そうでもうちらしないよね、しない、おしゃべり LINE ほぼしない。しゃくれてる人はだいたい声がでかい。え、みなちゃん声もないじゃん。そうだよ、男が告白するも女は待つ、確かに、うん、クレマグはみんな同級生に敬語使ってそう。そんなにさ距離あんのかな、違う。そんなことないよ、まあ、プライベート携帯。そう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 だね、うん、絶対今 LINE 見てる。エアちゃん弟実は彼氏説。おおおおっとおっとっとっと、 DNA 鑑定してみますか。やっぱ養子に対するさ偏見って多い、多いね。坊主大体鼻くそ食べてる。食べてないです。メイメイマロのうんち記念撮影してそう。してます。はい、正解です。はい、送りつけられます。あの、しかも画像ではなく動画です。その瞬間が送られてきます。はい、動画です。何、サッカー部ふくらはぎにヒラメ飼ってる。しかも噛んできそうじゃないんだ。噛んでるって秘密つけられてるんだ。クレマグのメンバーから信号機意識してそう。なんでこれ決め、ね、どうやって決めたか覚えてないんだけど。いや、覚えてない。でも多分赤を黄色っていうのは多分あったけど、ね、でも黒がいいんですって言ったら却下された気がする。だよね、多分メンバーカラーとして多分黒はないだろうってなったんだろう。暗いから。だってエアが緑にしたいとか言った時もなかったもん。あ、確かに言ってた。そうだっけ。そう、というわけで、はい、たくさんの偏見集ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、追加で偏見あるよっていう方は、うん、コメント欄に書いていただければ、うん、あの動画のネタにさせていただきますので、ぜひいっぱい書いといてください。お願いします。その間の動画でこういうの偏見って言ってる人いたよとか、うん、新しい発見があれば動画で発表していこうと思います。はい、お願いします。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。みんな見てくれてありがとう。あくまで偏見ですので、あのね、そんな怒らないようにお願いいたしますよ。はい、お願いします。